グリーン大通りを走行するアイキバス2020年9月から開始された池サンパークのリーれアイキバスは2019年11月27日に開業した電気バスによる池袋エリア周遊バス路線である東京都豊島区の池袋駅東口から晴れ座池袋サンシャインシティ豊島区役所を経て東口へ戻る A ルートと池袋駅西口から豊島区役所 サンシャインシティファレザ、池袋を経て西口へ戻る B ルートのに系統を運行する。東アジア文化都市が2019年に池袋で開催されることや、2020年に向けて行われている池袋エリアの再開発により、劇場や大規模な公園の整備が行われていること、また同年に行われる東京オリンピックパラリンピックを見据えて、単なる移動システムではなく、 バス停や運行ルートも含めて、都市幕の文化都市としての魅力を高めるために計画された。どちらも20分間隔。A ルートは1周38分、B ルートは1周53分で、10時から20時台まで運行する。運賃は前払いで、1回の利用は大人200円、子供、高齢者、障害者の場合100円。また、AB 両ルートに、 乗り降り自由なフリー乗車券が用意されており、3時間券は大人300円、子供等100円、追加券は大人500円、子供等250円、2日券は大人800円、子供等400円となっている。なお、運行開始時点では追加券のみの発売としている。スイカ等の交通系、IC カードは利用できず、紙幣は1000円札のみ利用できる。 2021年3月26日より、スマートフォンによる QR コード決済の取扱いを開始した。対象は、auPay、D 払い、PayPay、Alipay、j a c o p チャルト Pay。アイキバス専用車 s y n c t o g e t h c o m 1 0 s y n c t o g e t 製の低速電動ビークル、COM-10 が、ベースで片側五輪のタイヤを装備し、車両後方には、 車椅子乗降用のリフトを備える。デザインは、水戸岡栄治が、バス停、乗務員の制服も含めて担当した。なお、水戸岡は、愛木バスの運行を担当するウィラーエクスプレスと、同じくウィラーの子会社である京都単語鉄道の、運行する単語赤松号、単語青松号などの鉄道車両もデザインしている。最高速度は、時速19キロメートルと、 通常のバスよりもゆっくりと走ることで、都市区にしっかりと触れてもらいつつ、のんびりと楽しんでもらい、また、区民や旅行者などの交流をつなぐ柱になればいいと、ウィラーの村瀬社長は語っている。内装は、座席に寄席採工風の模様が使われ、各車両でデザインが変化している。1.78号車の天井には、デジタルサイネージ機能が付けられており、 豊島区のイベント情報などを映像で発信することができる。充電したバッテリーを駆動に利用することから、各車両のバッテリーの消耗をできるだけ均等にするために、イベント貸し切り用の専用車は作らず、通常車両を貸し切りに利用する。1回の充電での走行距離は 60km とされている。このため、膨大な電力を消費する、冷暖房設備は車両に設置されていない。 開業当初は7台で運行、2020年2月に3台追加で導入し、計10台で運行する。車体は赤く塗装されているが、7号車だけは黄色く塗られており、ラッキーセブン、また、運が良ければ見られることから、幸運のバスとしている。一般社団法人豊島アートカルチャー街づくり協議、会が貸切運行を受け付けており、駅から、 イベント会場への団体輸送や市街地の観光クルーズ、ナイトクルーズ、外国人観光客向けの外国語による観光案内付きのツアーなどがプランとして企画されている。原則として、豊島区内発議が基本だが、豊島区との境にほど近い板橋区、帰宅所在の板橋駅からの利用もできる場合がある。また、団体等のグループ利用以外の活用法として、 都心部にあることから、園庭のない都島区の幼稚園や保育園が、園児を、南池袋公園や急増兵局、東京市局跡地に整備された都島緑の防災公園や、都島キッズパークといった近隣の巨大公園で、遊ばせるために連れて行く、際の移動手段としても利用される予定である。池ちゃんの像停留所にて、車体全部及び、後部の屋根、バス停のポールに、 王冠をかぶった袋をモチーフにしたマスコットキャラクター、池ちゃんの像が設置されている。車体と一部のバス停に設置されている像は目が電球として光るようになっており、ヘッドライトやテールライト及びバス停の電照部と連動して点灯される。ありがとうございます。